愛の100連発動画、2日目ですね。まあ、思いつきで始めたんですけれどもね、今から人生をね、こう、未来をチェンジしていくぞっていうようなことで、まあ、自立してですね、独立して、生きていこうということで、一歩踏み出したあなたへということですね。経営者として、どう生きるべきか。っていうようなね、そんなところをちょっと連続的にですね、お話ししていけたらと思うんですけれども、まあ今日今降ってきているメッセージはですね、何のためにっていうやつですよね。何のために、誰のために、なぜ今一歩踏み出したのかっていうところですよね。決断をしたのか、決意をしたのか。っていうところですよね。決断決意って言いましたけれども、決断っていうのはね、何かを決めて断ち切るっていうことですね。決めて断ち切るって書きますよね。新たな、こう、未来をゲットすると決めて、今までの行動習慣とかね、それから考え方とかね、そういったものを一度手放してでもね、これまでの常識を覆してでも、ぶち壊してでも、新たな未常識を打ち立てていくっていうね、そういったような、革命的なね、変化をこう決意すること。これがね、決断なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そして人生っていうものは、これ決断の連続なんですよね。っていうか、素晴らしい人生っていうものはね、決断の連続なんですよね。いろんなことにチャレンジしていく。だからこそ、いろんな世界が見える。いろんなこと体験できる。まあ、それはね、うまくいくこといかないこととかね、あるわけですよ。でも、最終的にはね、そのすべてが、体型になり、ね、経験になり、そしてそれがですね、あなたの、その、器をね、こう、広げていくということになるわけですから、今回ね、ご決断をされたっていうことは、もう、それ自体がですね、もう、この人生の中で、もう、最大の、ね、最大級の、その、功績になるわけですよね。一歩踏み出す。初めの第一歩。これがね、人ってできないんですよ。しかしながら、本当に素晴らしい人生をね、展開していかれる方、本当に幸せをね、勝ち取っていかれる方っていうのは、この決断をですね、日常的にやっとるんですよね。また決断ですか？ああ、わかりました。おお、楽しみですね。ワクワクしますわ。あえてね、なんか、そこにはね、様々な恐れとかあると思うんですよ。やっぱりね、この、怖いと思えば思うほどね、恐れの感情が発生すればするほど、それは今やりなさいよと、まさに今がタイミングなんですよっていうね、そういうメッセージなんですよね。いろんなことが、その起きますよ。そしてね、いろんなチャンスがやってきますよ。でもその時に、こう、ゾワゾワっとしたり、心臓がドキドキっとしたりね、これっていうのはね、今までとは違う自分になってしまう。ね。そのことを予知しとるわけですよ。でも、今までとどう違うのと。プラスに行けば嬉しいですよね。でも、マイナスに行ったら、ねえ、ちょっとやっぱり、凹むんじゃないですか。このプラスマイナスの振れ幅をね、リスクっていうわけです。で、このリスクを取ってでもね、一歩踏み出していくっていうのが、これがね、むちゃくちゃ大事なんですよ。リスクを恐れて何もしないっていうのはね、これは何の変化もないし、何の成長もないんですね。でも、リスクを取ってでも一歩踏み出していくっていう中に、ものすごい、ね、変化と成長があるんですよね。そして人生っていうのはこの変化と成長によってですね、より素晴らしいものになっていくわけですから、とにかくね、この決断、決断ができるかできないか、ね、私は決断のできる人間だと、いついかなる時も決断ができるということでね、死ぬこと以外はかすり傷みたいな言葉あるんですよ。生きてるだけで丸儲けっていう言葉あるんですよね。いいじゃないですか。別に何かを全て失ったとしてもね、命あるじゃないですかとかね、生きてるじゃないか、食べるもんあるじゃないですか、着るところ、着るもの、寝るところあるじゃないですか。仲間いてるじゃないですか。だったら、勇気をね、振り絞って決断しましょうよと。やるは一時の勇気、やらぬは一生の後悔っていつも言いますけれどもね。決断、本当にね、おめでとうございます。もしね、これ、起業したばかりの方とかね、
今までずっと雇われで来たので、こうやって自分からその何かを始めていくのは初めてだっていう方が聞いてくださってたらね、決断した後もモヤモヤしてたりする可能性あるんですよね。うん、それが普通です。やっぱり世間の人、ほとんどの人はね、誰かの言いなりというか、言われた通りに、やるだけでね、そして何も考えなくても、普通に、生活をしているんですよね。しかしながら、その、より素晴らしい人生ですね。それから、これからの時代を見据えて、何か思うところがあってね、一歩踏み出したあなたは、世間多くの方とはまた違う決断をしたわけですよ。今のところね。ただ、これからの時代っていうのはね、みんなが経営者になりますしね、みんなが事業主になりますし、みんなが独立したインディペンデントプロデューサーっていうんですけれどもね、フリーランスとして、その価値を社会に提供して、そして生きていく時代がもうやってきておりますのでね。なので、いち早くこの決断をされたということはね、もう大正解なんですよね。失敗することってないです。失敗っていうのは負けるを失うって書くんですね、漢字を見ていただいたら。たとえその時一時的にね何かうまくいかなかったとしても、失敗だと感じたとしても、それはね負けるを失ってるんですよ。あ、こうやったらうまくいかへんねんな、あ、こうやったらできへんねんなっていうことがいっぱい、このケーススタディしていってですね、最速で失敗する人が最速で成功するんですよね。最短最速で成功する人っていうのは、最短最速で、その、どうやったら失敗するのかっていう、そういうことを、理解し、そして体得する人なんですよね。だから、やっぱり実践の中でも、多くのね、世の中一般的な人々から見たら失敗と言われるようなこともね、多くの成功者の方にとったら、もうそれはね、経験でしかないわけですよね。はい。っていうような話で、今日、何のために、誰のために、なぜっていう話。まあ、こういうリスクを取ってでもね、新たな未来をゲットしていこうと。あなたが、その、判断したのはね、決断したのは、何のためになんですかと。これ考えてほしいんですね。誰のためになんですか、なぜなんですかっていうところをね、ここをしっかりと。自分のね、こう、主体的な、その思い、考え、このことを、まあ、理念って言ったりしますよね。自己理念、自分の理念、会社で言ったら経営理念っていうのがありますよね。それと一緒です。自分自身の人生に対する人生理念、自己理念、これをね、明確化させるっていうことが大切ですね。僕なんかいつも明るく楽しく気持ちよくとかね、爽やかで、ね、ご機嫌に、ありがとうでいっぱいの、そんな人生をね、展開していくぞって、こういうふうに決めてるんですよね。だって僕、爽やかな方が好きですもん。快適な方が嬉しいですもん。そして、ご機嫌に、笑顔でリラックスして笑ってる時が、たくさんあった方がいいですもん。これ、正直なね、本当の気持ちなんですよね。自分にとっての本当の気持ち、すなわち、本気はどこにありますかっていうことなんですね。その本気を考えてほしいんですよ。よく経営理念作りましょうって言ったらね、ネットなんかで調べてきて、ああ、ここの会社の経営理念こんな感じか、あの人こんなこと言ってるんか、言ってね、それをうまいことミクスチャーして、なんとなく形にしてしまうっていうね、方いらっしゃるんですけれども、そんなの取ってつけたような、借りてきたような経営理念ね、かざしたところで、何の説得力もないんですね。心の奥底から湧き出てきた、あなたの、あなただけの、その、思い溢れる理念をね、この経営理念、自己理念をね、これ見つけていただきたい。掴んでいただきたい。いや、仲間とやってるんで、僕のというか仲間のね、経営理念をちょっと掲げたいんですよ。言うかもしれないですけどね。でもね、そんなことはまだ二の次なんですよ。まずは、あなた自身が生まれてきてから今まで、ね、人生を振り返って、そして、今、こうやってね、一歩踏み出したわけですよ。そして未来において、どんな人生を生きていくんですかって。あなたの、やっぱりね、その仲間がいるからできるっていうところあるんですよ。多くの方に支持されてるからできるっていうところあるんですよ。でも、道をね、作るは他力なり。でも、道を進むは、自力なりって言いましてね。そういう器はね、多くの方と作るんだけど、そこに居続けるのは、そこで、そのね、
生きていくのはあなたじゃないですか。だからまずはあなた自身の自己理念をね、しっかりと明確にするっていうことが大切なんですよね。何のために、誰のために、なぜ一歩踏み出したんですか？何のために、誰のために、なぜあなたは事業を起こすんですか？あなたは経営者となって、ね、お客様に、世の中にありがとうをね、提供し続けるんですかって。よくこんな話をしたらね、お金のためっていう方いらっしゃるんですよね。確かにそうですよね。経営って、まあ、飽きないってね。これ、まあ、ビジネスですよね。事業っていうのは、やっぱり、二つの意味があると思いますね。それは、世の中のお困りごとを解決する。これが一つですね。それともう一つは、やっぱり、お金を投資してね、増やしていくということですね。投資回収のメカニズム。これをね、経営と、言うわけですけれども、やっぱりね、どこまで行ってもお金っていうものがね、指標になってきます。売上高とかね、利益とかね。でもその売上っていうのはね、ありがとうなんですよ。こんなこと解決してくれてありがとう。こんなことを助けてくれてありがとう。こんなものを作ってくれてありがとう。このありがとうの、こう、結晶がお金、売上高として入ってくるわけですね。売上高っていうのは、お客様がね、いや、ありがたいなと思って、払いたくなって、お支払いしたものじゃないですか。ね。売上を上げるとか言いますけど、売上は上がるんですよ。ね。お金を集めるとか貯めるって言いますけど、お金は貯まるんですよ。集まるんですよ。貯まるんですよ。人を集める集客とか言いますけど、人は集まるんですよ。なぜ？そこにね、輝きを感じるから、そこにありがとうを感じるからですよね。これが売上高です。そして、利益っていうのはご利益でしょ。その事業を営むにあたって、その売上からね、経費を引くわけですよ。いろんな経費がかかりますよね。この事業を成り立たせるために、こんな事務所貸してくれてありがとう。とかね、こんな風に、ね、来てくださって、助けてくださってありがとう。これ人件費とかね。それから、こんな材料を集めてくださって、材料費とかね。いろんな経費がかかる。それを引いて、さらに、ね、このありがたい事業を継続していくために、残ったものがね、ご利益なわけですよ。このご利益。売上と利益。確かにお金ですよ。でもそのお金の背後に潜む、そのエネルギーはね、ありがとうなんですよね。ありがとうの達人。喜ばせる達人になっていくっていうことがね、すごい大事なんですよね。だから、何のために、誰のために、なぜその事業を起こしたんですか？なぜ経営をしてるんですか？なぜ一歩踏み出したんですか？お金のため。お金っていうのはありがとうでしょ。どんな、ね、ありがとうを集めていくのかっていう。どのようにしてそのありがとうがね、集まってくるのかっていうね。と考えたら、自分、どんな自分であり続けるのかっていうことなんですよ。どこまで行ってもこの自己理念とリンクしてくるんですよね。自分自身がどんな人生を、どんな方々に囲まれて、どんな感情で生きていくのか。このことが、人生理念になるわけですね。自己理念になるわけですね。そしてそのあなたの自己理念が、これからその展開していくあなたの事業の経営理念になるわけですね。この自己理念と経営理念がリンクしてなかったら意味がないわけですよ。なんでね、今日のテーマはね、何のためにですよ。そもそもあなたは何のために生きているんですかと。今日もお野菜食べましたか？生きてたんですよ。お魚食べましたか？泳いでたんですよ。お肉食べましたか？ね。牧場で楽しんでたんです。その命をいただいてね、今日生きながら得てるわけですけれども、そもそも何のために、誰のためになるんですかって、このところをしっかりとね、明確にして、そして、自己理念としてね、そして経営理念としてね、これからの事業計画をね、展開していくっていうことが、むちゃくちゃ大事なんですよね。はい、というわけで今日はね、何のためにというお話。ね、心の奥底から湧いてきたイメージをですね、一歩踏み出したあなたに、100日間お届けしようというね、この企画なんですけれども、次回もね、楽しみにしておいていただきたいと思います。ありがとうございます。